高等海南審判長が置かれていた中央合同庁舎第2号館海南審判長はかつて存在した国土交通省の外局。海南事故が発生した際にその事故の原因を究明し海南事故の再発防止に努めるため海南審判法に基づき行政審判である海南審判を行っていた。2008年10月1日 懲戒処分業務を国土交通省の特別の機関たる海南審判所に事故原因究明事務を国土交通省の外局たる運輸安全委員会にそれぞれ移管し廃止された。海南審判長は第一審を担当する地方海南審判長長長崎と第二審を担当する高等海南審判長に分かれていた。また特別の機関として刑事裁判における 検察の役割に相当する組織として、地方海南審判理事所と海南審判理事所が付置されていた。設置根拠は、国土交通省設置法第53条。2008年10月1日、海南審判庁は廃止され、そのうち懲戒のための耐震方式による審判については、 国土交通省の特別の機関として設置される海南審判所が承継した。海南審判所は東京に設置される海南審判所と現行の地方海南審判庁所,所在地に設置される地方海南審判所から構成される。那覇支部は那覇支所となる。地方海南審判所は現行の管轄区域を承継する。今回の組織改正は現行の航空、 鉄道事故調査委員会と海南審判庁を統合して運輸安全委員会を新設し陸海空のすべての事故の原因究明を所掌させるものであるが当初の構想では審判を所掌する海南審判所は運輸安全委員会に付属することを予定していたその後方針を変更し運輸安全委員会とは別系統の 国土交通省に直属する特別の機関とされた。ありがとうございます。